ダートの20世代を語りたい。今はウシュバテソーロのブリーダーズカップクラシックを一番楽しみにしてる。何かやらかすバカどもだけど強いって感じが好き。スプリントとレディスは間に合いますかね。スプリントは K.I. ドリーがほぼ格で出られるオーロラテソーロとアイオライトあたりがあと1勝ぐらい。K.I. ドリーが出れるくらいじゃなかったかな。レディスの方はわからん。テリオスベルが去年と同じように出るのか、それとも今年明けに混合戦使ってるように JDC クラシック行くのか。ボバ組が目立つけど牝馬組がちょっと減ってしまったのがね。己クラブ規定。ウシュバは帝王ケインズも名称ハリオも倒してるんだからドバイ勝つのも納得という。ブリーダーズカップ行け。カフェファラオ以外に南部杯に出そうな20世代いるかね。タガノビューティーが出るんじゃないか。ギルデッドミラーの海外遠征見たかったな。多分勝ち負けできるタイプの適性持ってたと思う。末足キレキレで芝でも勝ち負けして、しかもボバに勝ってるオルフェサンクっていう。ギルミラは勝ち負けはともかく無事に引退レース出れたらなぁと今も思ってる。あと G1、5勝でコバ G1 勝利数歴代トップになれそうだけど、南部杯、JBC クラシック、チャンピオンズカップ、東京大賞典プラスアルファでいけるから結構現実味ある。ブリーダーズカップも日本馬で蹂躙してほしいね。そういやダート勢は何歳までやるんやろな。ほとんど個人馬主の所有馬だから走らせるまでは走らせるんかね。名称ハリオは来年も走るっぽいがそれくらいかな、他はまだわかんね。シュボバ需要とか次第だろうけど主要なダートいけるシュボバも軒並み高齢になりつつある。なってるから6歳生は。早めの引退もあり得る。ウシュバの威容はもっと称えられるべき、ダートで世界一のレースだろ、ドバイワールドカップって。ドバイワールドカップ初制覇は凱旋門初制覇みたいなもんと思ってる。どっちかっていうとキングジョージをイメージしてた格の高いレースだけどトップではない感じ。上半期世界一って認識が一番合ってると思う。年を通してだとブリーダーズカップクラシック勝った馬って判定になりそう。ウシュバテソーロの威容を称えられるべきなのは本当にそう。ただダートの世界一のレースはブリーダーズカップクラシックだと思う。ウシュバとかいうコースの最後以外やる気を出さんやつ、よくよく考えたらあいつあの時点で世界最強格なんだよな。アメリカで勝ったら世界と歴史にやる気なしの名を残し続けるということを考えるとなかなか笑いたくなるな。ドバイワールドカップとブリーダーズカップクラシックを同年に制覇した馬はいない。ウシュバテソーロは史上初になれるかな。今年のアメリカダートは本当に抜けた馬いないし、西海岸出しでチャンス。ブリーダーズカップ勝ったら世界の歴代最強馬候補になるわけか。日本からそんな馬が出るようになったと考えると感慨深いものがあるな。今年はなんとジンクスブレイクの年らしいんですよ、オカルト。強いアメリカの馬が軒並み引退した後とはいえ強かったね、ウシュバテソーロ。前年ドバイワールドカップ制覇、23年サウジ僅差の2着のカントリーグラマーもいたから、ドバイでは枠のせいかペースのせいか沈んでたけど。ブリーダーズカップディスタッフの時と違ってドバイワールドカップの威容を紙面メディアはかなり祝福というか取り上げられてた気がする。優秀なんてがっつり表紙だからね。ブリーダーズカップディスタッフって馬券売ってないわ、グリチャも実況してないわで全然注目されてなかったからじゃないかな。ドバイワールドカップはもともとドバイミーティングの目玉として毎年ドバイ中継やるなら映されるし、優秀イクイとウシュバの2頭で表紙かなって思ってたからウシュバ単独で割と驚いた。パンサラッサは今年引退って言われてたな。1800メートルだし足に負担かけないために復帰戦チャンピオンズカップ選ぶ可能性あると思ってるんだがどうだろう。ドバイ見るに合わないんじゃないかな。カフェファラはブリーダーズカップいかんのか、南部杯、ブリーダーズカップっていけなくもないと思うんだが。エスポがやってたね、本気で言ってほしい。来年の先玉杯を取れそうな子、サウスダン。強かった君はどこ。6歳って4、5歳児より衰える時期なのに昨年よりハイペースで G1 奪いまくってるのバグすぎる。まだあとは5歳あたりからなんか伸びるから。この世代はどの路線も晩成型が多すぎる。6歳でもまだまだ成長しそうやん。川崎記念、僕からドバイ目指した馬もなかなか勝ててないみたいだし、ドバイ行けない子たちが目指す。目標レースになるために時期移動しよう。ウシュバ、勝ったぞ。ケインズ、構想したぞ。川崎記念、どうして、どうして。前哨戦として役割果たしたから、もう成仏しろ。短距離と牝馬で頑張ってる子いる？ JBC 勝ってダート完全制覇したいよね。挙げられてるけど K.I. ドリーとかかな、牝馬はまだテリオスベルが一応いる。スプリントは K.I. ドリーとアイオライトかな、スティールペガサスもなかなかいいと思う。アイオライトはキング直系だしその点でも応援してる。牝馬は6歳引退多いからね。上の世代の左大臣右大臣見るに6歳はまだピークだよな。
ダートといえども7歳になるとさすがに衰えが目立ってくるイメージ。右大臣左大臣も片方は秋走らずに引退しても片方も調整が難しくなって引退しちゃったから、7歳はさすがに厳しいなって思った。中和オメパもまだまだ強かったとはいえさすがに少し衰えが見えてたしな。彼らが強いうちにしっかり世代交代した感じがして好き。来年誰がサウジとドバイ行って誰が残ると思う？ハリオは中東行きそうだけど。カフェファラオは来年のサウジまでは残ってるんじゃないかな。骨折明けかつ初の海外であの走り出しまた行く価値はある。フェブラリー想定してたけど、ハリオ VS ファラオがサウジで見れる可能性あるのは楽しみだな。国内ダートを制圧するだけに飽き足らず、国外実績もあるから決して他の世代を下げずに世代レベルの、異常さが際立つのがいいよね。四強と言えそうな夫人なのに毎回誰かしらやらかすせいかバカルテッド感ある。牛ば、レースではあんまりやらかしてないからセーフってことでいいか？画面見切れで遅れま。手前が映画着中成人。今年のハリオの帝王賞好きだけどもっと好きなのが柏記念。雑な競馬って言ったら失礼かもしれないけど完全にスペックで勝った感じあって化け物って感じるのが好き。いつかやってくる3歳世代との対決が楽しみ。一番直近がデルマ外掛けと牛場の日本テレビ杯になりそうでワクワクしてる。現状の世代総大賞同士の対決じゃん。カフェファラオ。ずっと走ってる東京1600メートルの G1 だと言ってたじゃねえかこの野郎。これ見たときむせた。騙されてブチギレカフェファラオスコ。普通に手応えとかから、これいけるかも。ってなった浜中さんのコメントにもじわる。牛場22東京大賞典23川崎記念23ドバイワールドカップハリオ22、23帝王賞柏記念。ケインズ21帝王賞21チャンピオンズカップ22 JBC クラシックカフェファラオ21、22フェブラリーステークス22南部杯。バカルテッドだけでも圧巻の一言。ここにパンサラッサやジュンライトボルト、湘南なでしことかも加わる。牛場ケインズファラオハリオの誰が最初に4勝目を挙げることができるのか。日程的にカフェファラオが南部杯勝ったら最速かな。JBC とブリーダーズカップはほぼ同じ。若干 JBC の方が早いか、だし。ハリオが中央 G1 目指してるってことは秋は JBC、チャンピオンズカップかな。ケインズと同じローテ個人的には南部杯、チャンピオンズカップで見たいんだけど。さすがに今年の JBC は捨てられないだろうな。大得意な多いだし。得意の多い2000狙ってくんなら JBC、東大がいいんだけど、中央 G1 狙ってるって言ってるから多分 JBC、チャンピオンズカップなんだろうな。となるとこの世代で東大出そうなの誰だ。牛場くらいかね。牛場も正直遠征帰りで走れるかわからんしな。萩野もボルトもプロミストゴリアもみんな東大よりはチャンピオンズカップ向きっぽいもんな。名勝ハリオは東京、船橋では手前帰れるのに中京、盛岡では帰られないの謎なんだよな。純粋な左回り苦手ってわけではないのが。大井も東大では帰れず、帝王賞では帰れたからな。ユニコーンステークス勝つ馬って割と小馬で中距離時々マイルになりがちな中一貫して府中成人なカフェファラオは、何なんだろう。いつの間にか府中調査団として飛び回り出して時々安田記念が府中かどうか検証しに行ってるし。カフェファラオが南部杯行きそうだけど個人的にはタガノビューティーもいい勝負ができそう。柏記念でいい足を感じた。ブリーダーズカップ来そうな外国馬があんまりわからん。今年はアメリカのクラシックは大混戦って感じであんまりよくわからん。何の間の今年のケンタッキーダービー馬の明治とかプリークネスステークス勝ち馬のナショナルトレジャーとかは出るんじゃね？あと調整うまくいってゴタゴタをかいくぐったフォルテ。ジュンライトボルトの最近の不振はなんでなのか中央向きなんかね。まあチャンピオンズカップの方が合ってる馬ではある。確かドバイの時にキックバックが機関紙に入って大変だったんじゃなかったっけ？怪我の話は聞かないしメンタルかな。ハイペースが合わなかったかもしれない。足をためられずにいたし、仮に溜めていても内前超絶有利の大井のババジャドの道きつい。あの大井で大外めくって届くハリオがおかしい。東大ではハリオ、川崎じゃケインズマークしてる牛場好き。マークしてそれ以上の末足で抜けば勝つ、を実行している男を牛場てそうろ。ドバイでは何をマークしてたのかなパンサラッサは三角くらいで沈んじゃったし。多分当初の予定はカントリーグラマーマークだったと思うけど、すっげーハイペースだから。牛場のリズムの方を優先して乗ったんじゃないかな。去年の上半期も割とダート G1 めちゃくそに勝ってるなと思ったんだが今年の勢いがそれ以上で笑う。サウジとドバイ両取りだからなそんな世代今までおらんかった。さすがに断言はできないけど今後同じような世代は出てこなさそう。だってパンサラッサと牛場の得意点もあるからな。